ルール地方、ルール地方、ルール地方は、ルール、川下流域に広がる面積4435平方キロのドイツ屈指の大都市圏である。人口は2009年時点でおよそ524万人で、ある。近代から戦後しばらくまでにおいては、ドイツの重工業を牽引した地方である。現在も生産活動は活発であり、ベートベルートを使って、 製品を出荷する。ノルトライン、イコールベストファーレン州の中心に位置する、南にルール側、西にライン側、北にを境とし、東はカーメン、いずれもウナ軍までの地域を指す。ルール地方というのは公的な故障ではなく、その境界は解釈によって異なることもあるが、一般的に1920年に成立したルール石炭地区連合がルール地方の範囲とされている。 この地区連合には、独立し、軍に属さない、主要都市として、エッセン、オーバーハウゼン、ゲルゼンキルヒエン、デュースブルク、ドルトムント、ハーゲン、ハム、ヘルネ、ボーフム、ボトロップ、ミュールハイム、アンデアルール、50音順の11の工業都市と、ウナ、ベーゼル、エネペイコールルール、レックリングハウゼンの4軍を含んだ範囲が含まれる。 1920年にこの地域全体の行政を担当する RVR が置かれ、エッセンに本部が置かれている。州の行政管区では、デュッセルドルフ行政管区、ミュンスター行政管区、アルンソベルク行政管区と3つの行政管区にまたがっている。ルール地方の南には、ライン側に沿って、デュッセルドルフ、ケルン、レーバー空前、ボンなどの都市が並んでいる。 これらも同じノルトラインイコールベストファー練習に属しており、ルール地方と合わせて、ラインルール大都市圏、面積約7000平方キロ、人口約1000万人と呼ばれる。1893年という石炭カルテルができた。カルテルはルール3石炭を管理した。地元の炭鉱会社の9割にあたる98社が、その株式を所有した。日清戦争。 日露戦争、1907年強行の不況期にも、ルール3石炭はカルテルにより下落を免れた。1913年、産出量はピークを迎えて1億1500万トンに達した。1912年には、政府主導のカルテルキャンペーンが全国的に行われていた。第二次世界大戦後に、カルテルは連合国の下部組織となった。 その販売センタードイチェ・コリンバーカウフは西ドイツの全石炭販売を管理するために設けられていたが少なくとも1950年まではルール地方だけを管理しカルテルとして機能したこれはやがて連合国際行為委員会の要求により解散した1953年にゲオルク・ジェメインシャフト・ソルゴナゼーション・ルーアーコルという名前で新たな販売センターが発足した ゲオルクは6つの共同販売所の親会社であり、ライン,シンジ自ートに近い役割を果たした。欧州石炭鉄鋼共同体のパリ条約違反を問われ、1956年3月にゲオルクは解散した。6つの共同販売所は2つずつがそれぞれ合併した。1958から59年の不況期に、エスックス自体カルテルとして機能し価格を安定させた。 1963年、最高機関が3つの販売所を2つに再編成するという事業者の要求を認めた。この2つは緊密な連絡により、カルテルとして機能している。この地方はもともと農業を主体とした地域であり、都市ができたのも9世紀後半頃とされている。ルール地方の地下には炭層があり、13世紀頃から細々と石炭が採掘されていた。 石炭の採掘が始まったのは1298年のこととされている。工業化の核となったのは18世紀後半にオーバーハウゼンやエッセンで製鉄が開始されたことである。当時の製鉄では鉱石から鉄を取り出す燃料として木炭が用いられていた。19世紀に入るとプロイセン王国となりソルフェアーイン炭鉱を中心に ルール地方各地で石炭が掘られるようになり、1850年頃には炭鉱の数が300に達している。石炭は主にコークスに加工され、そのコークスを利用して、航路で製鉄が行われ、さらに鋼や各種鉄製品に加工される。こうして、ルール地方各地で炭鉱、コークス工場、製鉄所、さらには鉄を加工する工場が発展し、 ドイツ屈指の重工業地域が形成された。この結果、ルール地方の人口が爆発的に増加することとなる。1870年にプロイセン王国を名手とするドイツ連合軍が不仏戦争でフランスに勝利し、鉄鉱石産出地のアルザスイコール、ロレーヌ地方を領土とするドイツ帝国が生まれたことは、このようなルール地方の発展を推し進めることとなった。 ドイツ帝国によってドイツは広大な統一経済圏を得、豊富な石炭を産するルール工業地帯を中心に、工業力は急速に高度の水準に達し、一流の帝国主義国家へと発展していく。その過程で行われた兵器の生産は、ルール工業地帯をさらに発展させていった。ドイツ帝国皇帝ビルヘルム2世の請求な拡張政策は、 第一次世界大戦の一員となった。長期化した第一次世界大戦は、1918年11月3日に、ドイツ革命を招いて帝政は崩壊、ドイツは敗戦国となった。大幅に領土を削られ、巨額の戦争賠償金の支払いを義務付けられ、鉄鉱石産出地のアルザスロレーヌ地方も失ったが、戦争そのものはドイツ国境外で行われたため、 ルール地方の産業基盤は無傷だった。しかし、革命の余波は、ルール地方も吹き荒れ、ルール地方の中心都市センでも、労働者や兵士がストライキを行い、石炭生産をコントロールしようとした。1919年1月19日に、国民議会選挙が行われ、2月11日ので、フリードリヒエーベルトが、臨時大統領に選出され、8月11日に、 バイマル憲法が交付された。バイマル共和制成立後も情勢は安定せず、1920年には左派労働者による大規模な反乱が発生しているルール放棄。バイマル共和国の重大な問題が第一次、世界大戦の賠償金の支払い、多額の賠償金支払いを迫るフランスのレーモン・ポアンカリ首相は、石炭や鉄による現物支払いを求め、 1923年にルール地方を占領したルール占領。ドイツは工場に全面停止を呼びかけストライキで抵抗した結果、ドイツ経済は破綻状態になり、ライヒスバンクがパピエルマルクを大増殺した子により、1922年から1923年にかけてハイパーインフレーションに陥った。1923年8月に、 グスタフ・シュトレーゼマンが新首相に就任。11月にはミュンヘン一揆が起きた。12月22日にヒャルマル・シャハトがライヒスバンク総裁に就任し、ようやく1924年になり通貨は安定し、国際連盟への加入も認められ、1924年4月の銅山により戦争賠償金も軽減され、主に米国向けの輸出と米国からの投資を中心に、 経済も安定期に入った。ルール地方も徐々に活況を呈していく。1925年2月25日にエーベルトが休止し、3月29日と4月26日にドイツ大統領選挙が行われ、パウル・フォン・ヒンデンブルクが大統領一期目に就任。10月に協議されたロカルの条約は12月1日に調印され、 ラインラントの非武装が正式に確認された。1929年6月7日に戦争賠償金をさらに軽減するヤングアンをャハとは受け入れたが10月29日に米国ウォール街を襲った大暴落は米国への輸出頼みの世界各国を直撃し世界恐慌に拡大してしまう。重工業地帯のルール地方は真っ先に世界恐慌の直撃を受けた。 全国平均の失業率は30%を超え、失業者の群れで溢れ返った。1930年3月6日にシャハトは、ヒンデンブルク大統領にヤングアニへの反対を表明し、翌日に総裁を辞職した。1931年6月20日、ハーバート・フーバー米大統領が、フーバーモラトリアムを発表。1932年3月13日に、 ドイツ大統領選挙で、ヒンデンブルクが大統領2期目に就任。5月6日、ポール・ドゥメール大統領、旧新党が白系ロシア移民に銃撃され、翌日死亡した。7月20日にフランツ・フォン・パーペン首相が、プロイセン州の命令違反を理由に起こし、プロイセン州政府内のバイマル共和国派、反、ナチパ、左翼を根こそぎ一掃た。また、 このような連立政権下におけるバイマル共和国への厳滅から7月31日の国会選挙でアドルフ・ヒトラーの国家社会主義ドイツ労働者党ナチスが第一党を獲得する11月6日の国会選挙後も,もナチ党はパーペン首相を認めず1933年1月23日には国防省クルトホンシュライヒャーが国会を停止して 軍部独裁政治へ移行する案が出されたが、ヒンデンブルク大統領が反対。シャハとのヒンデンブルク大統領に対する推薦などもあり、1月30日にヒトラー内閣が成立。2月20日ので、ヒトラーは、クルップ社の会長グスタフクルップらからあるルール財閥から総額300万ライヒスマルクの協力を取り付けた。2月27日のドイツ国会議事堂放火事件を、 理由に、翌2月28日にヒトラーは、閣議で、と、ドイツ民族への裏切りと反逆的策動に対す、大統領令の2つの緊急大統領令制定を提案し、ヒンデンブルクが承認、ドイツ共産党員、ドイツ社会民主党員が3000人以上逮捕、拘束された。3月5日の最後の国会選挙、3月9日の共産党が非合法化により、 ナチ党が単独過半数。3月23日の全権委任法では、ドイツ国家人民党などの連立与党の協力で必要とされる国会の2、3の議席を満たし、ヒトラー政権が全権を掌握した、ナチ党の権力掌握。ヒトラーは、戦争賠償金の支払いを一方的に拒否し、賠償金支払いの停止、有名な全国でのアウトバーン建設などとは別に、 外国製品の輸入禁止やルール工業地帯への国家投資も盛んに行ったナチスドイツの経済。1934年6月30日に長いナイフの夜事件でエルンストレーム、グレゴールシュトラッサー、クルトフォンシュライヒャーらが暗殺される。7月25日にヒトラーと対立していたオーストリアのエンゲルベルト・ドルフス首相がウィーンで オーストリアナチス党員によって暗殺された。10月9日にユーゴスラビア国王アレクサンダル一世とフランス外相が内部マケドニア革命組織のによってマルセイユで暗殺された。1935年のドイツ再軍備宣言後は抑制されてきた軍需産業も急速に復興していき、1936年には失業問題は解決し、ルール地方も含む 非武装地帯とされたラインラントへの軍事侵入、ラインラン侵入を開始した。1938年2月20日に、イギリスのアンソニー・イーデン外相が、ネビル・チェンバレン首相の対ドイツ・イタリア融和政策に反対して辞任、政変に揺れるフランスでもが辞任して、レオン・ブルムが新首相に就任した3月13日に、外交的空白をついて、ドイツによるオーストリア併合。 アンシュルスが行われた。9月にはミュンヘン会談が行われ、ズデーテン地方がドイツに譲渡された、ナチスドイツによるチェコスロバキア解体。10月1日にナチスはシュコダ財閥の軍事工場を接収した。ヒトラーの野望は1939年9月1日のポーランド侵攻に始まる第二次世界大戦を招いた。結局ドイツはまたも敗戦国となった。 第一次世界大戦と異なり、ルール工業地帯は、英米軍による戦略爆撃の重点的な攻撃目標になり、生産材も労働者も無傷では済まなかった。都市だけでなく、背後の輸送機関も重要な攻撃対象となり、工業機能は完全に麻痺した。1945年3月から4月にかけては、連合軍、アメリカ、イギリス、ハンナチスレジスタンスによって、 バルターモーデル減衰機間のビーングに集団もろとも包囲されて降伏終戦を迎えたルールポケット。連合国のうちフランスはドイツの勢力拡大を防ぐためルールを含むラインラントとザールラントをドイツから分離するというモネプランを戦争中から主張していたがアメリカ、モーゲンソープランとイギリスは受け入れなかった。占領が始まるとルール地域の向上。 施設の解体が行われ、事実上の賠償として、西側諸国に送られ、ドイツ人の激しい抵抗を呼んだ。1947年に外省理事会が決裂し、ドイツ占領体制の崩壊が明らかになると、アメリカとイギリスは、ソビエト連邦占領地域を除く新生ドイツ、西ドイツの心臓部として、ルールを活用し、ベネルクスを含む西欧同盟の経済基盤にする。 ことを考えるようになった。しかしフランスは、ルールの国際管理下にこだわり、マーシャルプランによって設立された欧州、経済協力機構の後継機関設の条件として、ルールの国際管理機関設立を条件として、提示していた。1948年2月23日から行われたでは、一時ルール問題を棚上げ化することで、問題を先送り化したロンドン合意が成立した。 しかしこのロンドン会議をポツダム協定違反としてソ連がから離脱し徐々にベルリン封鎖が開始されるなど冷戦勃発が明らかとなった。こうして米ソの調停を行うというフランスの構想は消滅しソ連に対抗するため米英構想に歩み寄ることとなった。6月7日のロンドン韓国により米英物の占領地域は統合して経済協力開発機構を OECD に加盟することになったが、ルール地方については、産出資源を、米物とベネルクス三国、そして新設される、西ドイツ政府の管轄下に置き、管理機構を設置することが定められるなど分離した、扱いが行われた。1948年11月28日に、ルール国際機関、イーの設置が定められ、 ルールの国際管理はあくまで占領中の暫定的なものとなった。1949年5月23日に連邦共和国臨時政府が成立し、9月にコンラート・アデナウアー西ドイツ臨時政府首相はデモンタージュ問題が解決しない状態でのルール国際管理への参加に難色を示した。イギリスやフランスはデモンタージュの遂行を要求したものの10月6日の 東ドイツ、ドイツ民主共和国成立は双方に妥協を必要とした。11月22日のによって、西ドイツ、ドイツ連邦共和国政府は正式に発足し、ルール国際機関への参加も正式決定された。ベルリンやライプツヒ、ドレスデンといった東側の工業都市を失った。西側では、ルール工業地帯の重要性が相対的に増大した。 西ヨーロッパの重工業の中心として、復興が急速に進んだ。ルール工業地帯をはじめ、西ヨーロッパの鉄工業発展のため、さらに地下資源の争奪のための紛争を防ぐため、1951年にパリ条約が調印されて1952年に、フランス・ベネルクス三国と西ドイツが参して、欧州石炭鉄工共同体が結成され、ルール国際管理は、 正式に終了した。欧州石炭鉄鋼共同体は、お互いの石炭と鉄鋼石を融通するのみならず、生産、価格、労働条件などの共同管理をも行うものであった。しかし、1957年3月25日には、ローマ条約、欧州経済共同体、欧州原子力共同体が決まり、石炭危機が始まったことにより、ルール地方の成長は鈍化し、 現在まで継続する石炭産業の衰退が開始する。当初期のピークであった1963年には閉山により約1万人の炭鉱労働者が職を失っている。その後もデモや炭鉱ストライキが行われ、ルール地方各地で多数の炭鉱が閉鎖され、同時に多数のコークス工場や製鉄所も閉鎖されている。残る炭鉱の数は 1998年には11、2007年には6カ所となっている。石炭産業が社用となって以降、ルール地方では構造変化が合言葉となり、電気、電子や情報産業の発展に取り組んでいる。しかしこれらのハイテク工業の中心はミュンヘンやシュトットガトなどドイツ南部にあり、南部地域では人口も増加傾向にある。一方ルール地方は、 失業率が高く、人口が減少している都市が多く、高齢化も進行している。各都市がこれらの問題に対し様々な方法で対応を進めているのがルール地方の現状である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。